今の状況をお見せして、皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、購入品を取っていきたいなって思ってます。ここら辺にいっぱいリップが置いてあったりとか、ここら辺ももう入りきらないコスメたちがブワーって上に置いてある状態で、ちょっとね、コスメを紹介したいんですけど、最近のコスメ収納をちょっとあまりにも収納できてない部分があるので、そこを改善をみんなとももうしちゃおうかなっていうことで、久しぶりに無印良品にお買い物に行きたいと思います。なので、まあ今のね、ちょっと荒れ果てた状況をざっとね軽くお見せしてから、早速無印良品に必要そうなケースとかを買いに行って、ここをね整理したいと思います。今の状況をお見せして、購入してきて購入費を消化してっていう感じかなと思います。ということで、どうぞ。はい、ちょっとこんな感じで本当にそのままお見せしております。もうね、本当に入りきらなくて、使ったものとかね、もう入りきれないっていうのもあるし、使ったものをポンポンポンって置いてしまっているっていうことで、まだ紹介したいけどしてないやつとか、ここら辺に関してもなんか適当に入れちゃったりこうやってしてるので、もうちょっと改善したいなっていうのと、上をねもうちょっと綺麗に使いたいなっていうことで、透明の棚を増やして、どこに何を入れるかを決めて整理していきたいなと思います。ここも全部こんな感じで、もう大量にリップが入ってます。この中にもまだね整理しきれてないので、これも整理していきたいなと思います。はい、開いてますね完全に。はい、ということで、ちょっと私のねもうリアルな今もうごっちゃごちゃの状態をお見せしました。上の部分しか見せなかったんですけど、中の部分も入っては、コスメがいっぱい入ってるんですけど、結構ごちゃごちゃっとしてるので、そこもちょっと整理したいなって思ってるんですけど、まあ、とりあえずね無印でこうごちゃごちゃしてるものをいろんな箱にこうね別々で収納しちゃってるので、それをクリアケースにトータルで全体的に収納できるように、クリアケースをいっぱい追加したいなと思うので、プラス 1,2,3,4,5,6 段ぐらいだから2セットぐらいかなを変えれば、また結構状況変わってくるかなと思うので、コスメのクリアケースをメインにちょっと無印良品でお買い物していきたいと思います。で、せっかく無印行くので、久しぶりにね欲しいものないかなということで探索していきたいと思います。ということで行ってきます。よいしょ、帰ってきました。なるピンとはない。化粧直しも何もしてないんですけど、意外とこんなに暑かったのに全然平気。近くにあったこのカフェ&シグスを上から塗っちゃおう。カフェ&シグスとさっきのっていうか、今日の朝はジョンセンブルのリップを使ってたんですけど、合わせるとこんな感じの色、大人っぽくてめっちゃ気に入りました。じゃーん、じゃーん、買ってきました。ピント合わないピント問題。まあね、無印良品以外で洋服とかも買いたいなと思ってちらって見たんですけど、可愛すぎてちょっと買えなかった買えなかったっていうか、まあまたねそれは別でちゃんと買い物の洋服買おうっていう時に買いに行こうかなと思って、まあ荷物も多かったので、今回は無印良品とスーパーに行って帰ってきました。早速買ったものを紹介していきます。じゃん。まあね、これを求めて行ったので、これを買わなかったら何しに行ったんだっていう感じなので、はい、買ってきました。で、私の記憶ではなんか2段だったんだっけ、3段セットだった気がした気もするんですけど、まあ2段のやつを買いました。これはケース2段蓋付き引き出し台っていうことで、はい、こう引き出しですね、まあ、これ結構大きいので、まあ、奥までいろいろ入るしいいかなと思って買ってみました。2セットだから4段になるってことですね。こんな感じで4段にして重ねて、増やしたいなと思ってます、収納を。で、もう一つこれも買いました。
なんかこれメガネケースにもなるみたいなんですけど、小物収納3段ということで、ここにペンシル系のものを入れていて、1個持ってるんですけど、もう1個追加で欲しいなと思って、私結構マスカラ好きみたいで、あとカラーライナーとかも最近結構買ったりしてて、ペンシルがねだいぶ増えているので、ちょっと追加でねもう1個と思って買いました。これだけでもだいぶ収納が増えていい感じになるんじゃないかなと思います。もちろん以前から使ってるニトリのあのでっかいね棚も使いつつ、上にこれらを乗っけてより収納を広げるっていう感じですね。1個目の袋はねこれで終わりです。やっぱこれ大きいから持って帰ってくるの結構大変かも。だからこのサイズがもう分かってる方とかは通販で買った方がいいかなって思いました。無印公式通販とかもあるのでね、ぜひチェックしてみてください。でこっちはね、追加でねついつい買ってしまったものたちを紹介していきます。知らない方も多いと思うんですけど、結婚しておりましてですね、生活品とかも追加で買ってきました。こんな感じの蓋付きのバルブ付き密閉保存容器、バルブ付き密閉保存容器っていうことで、ちょっとなんか読みづらいんですけど、なんか作ったものとか保管できるやつが売ってたので買ってみました。で料理私苦手なんですけど、まあ作ってはいます一応で本当に今までそういう知識がね浅くて、多分見られてる方の方が料理も得意だし、いろいろ家事も知ってると思うんですけど、ぜひ教えていただきたいんですけど、こういうね容器を使ったことないんですよ私。いつももし作ったものが余ったら、お皿にベーって入れてラップしてしまうっていう感じなので、密閉とかしてた状態としてないお皿に入れただけの状態って何が違うの、一緒じゃないっていうぐらいにしか思ってなかったんですけど、なんかまあ冷蔵庫になんかいろんな匂いがついちゃうじゃないですか、おかずの匂いとかが。やっぱラップでしまってあってもちょっと匂いが出ちゃうのかなっていうのもあるし、なんかやっぱこういうので収納されてる方が見栄えもいいし、最近なんか作り置きっていう言葉をねよく聞くんですけど、私作り置き経験ゼロぐらい、ほとんど毎日ちまちま作るんですよね。まあそれが可能なので、まあいいっちゃいいんですけど、できれば作り置きとかでなんかこう1品2品取っておけるのであれば、そうした方がなんかこう品揃え豊富な食卓になっていいかなと思って、ちょっと試しにね、本当に自分が使えるのか分かんないから買っといて結局使わないっていうこともねよくあるので、ちょっと1個試しに買ってみました。それで使いこなせたりとか、あ意外と私使うじゃんってなったら追加でね買っていこうかなと思います。結構いろんなサイズがあって、私はちっちゃめのね、高さがあるタイプの小さめのサイズのものを買ったんですけど、もっと高さがないものもあったし、横幅が広いものとかでっかいものもあったので、よかったらチェックしてみてください。次はですね、こちら3層スポンジ3個入り、全部白なんですけど一応3層になってます。この上の粗めな部分、ふわふわな部分、めっちゃ粗い部分みたいな感じで3つになってて、正直何の違いがあってこういう風にすると洗いやすいのか分かんないんですけど、まあねシンプルに白のスポンジって汚れ具合とかが目立ちやすくて分かりやすいし、無印のね商品は結構シンプルなものが多くてすごいこう綺麗に見えるので、キッチン用品とかは結構無印が好きで、これもね無印で購入してきました。台拭きとかも無印で統一してるんですけど、スポンジは結構スーパーで適当なものを今まで買っていて、無印でなんかちょっと安くなってたんですよね、なんでだろう、なんか安く売ってたので買ってみました。はい、これはまだ一回も使ったことないんですけど、まあ多分スポンジによしあしあんまりない気が私はするので、多分同じ感じでゴシゴシできるんじゃないかなと思います。そしてこちらですね、お菓子、無印良品ってレジの目の前にちょっとお菓子とか置いてあるじゃないですか。私あれに弱くて、新作とかあとはなんかちょっと割引されてるやつとかが置いてあったりして、私もねついつい、私もっていうか私がいつもね買っちゃうんですけど、新しい味が出てました、このバーム。結構このバーム好きで、柔らかくてねふわふわしててお気に入りなんですけど、チャイバームっていうね
味、新しい味が出てて買ってみました。そしてですね、お洋服も2つ買いました。じゃん、なんか明るめの色が気分だったので、まず1つ目、 T シャツ、なんかこういうボートネックだ、ボートネックの T シャツを1点購入しました。なんかやっぱ普通のシャツよりもここがこうボートネックになってることでカジュアル感がないというか、こっちの方がきっちりしてる感が印象的に出るかなと思います。はい、生地感は分厚くて下は好きなそうですね。はい、なんかまあ白って結構持ってるけどライトグレーって意外と持ってないなと思って1個買ってみました。はい、そしてもう1つがこちら、ブラウスです。なんかすごいシンプルなブラウスだったんですけど、このシンプルさに敷かれて購入してしまいました。可愛くないですか？なんか本当ボタンも1個だけポンって首元についてて、7分丈のブラウスです。はい、着てみました。こんな感じ、1つだけボタンがついててクシュクシュが出てくるような感じになってます。はい、袖もねちゃんとほんと七分丈、ちょっと透け感があるので中にキャミとか着てあえて透けさせて夏感あるけど七分丈で日焼け防止みたいな感じにできたらいいなと思います。ネバがゴスゴスしてる。そう、結構これ可愛くないですか？ XS を買いました。これまた早速近いうちに着たいなと思います。ということでこれで今日私が買ってきた無印良品の商品は全てです。で今回はですね、長くなっちゃうのでコスメ収納の、整理編はやんないんですけど、このね今日買ってきたものを使って整理してコスメ収納をまとめてコスメ収納紹介をまた近々紹介できたらなと思ってます。よかったらね楽しみにしていてください。はい、ということで今回はこんな感じの私の Vlog みたいな、軽い Vlog みたいな感じの無印良品紹介を、無印良品購入品紹介をしてみました。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもね更新してるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。